ヤマハファクトリーレーシングチームの野田浩太選手です。開幕前の事前テストを終えて仕上がり具合どうです？そうですね、今日はちょっと天気があんまり良くなくて、1本目はフルウェットで2本目はちょっと水が少ないウェットだったんですけど、正直ちょっとセパンではテスト調子良かったんですけど、そこの部分があんまり調子良くなかったりして、ちょっと課題は残ったんですけど、でもその課題も見えたんで、はい、開幕戦の茂木に向けては、今日走れて良かったかなと思ってますね。セパンのテストでは調子良かったって、ドライですからね。今日なんかコンディション悪くってウェットコンディションなんで、ドライでは結構手応えあるって感じですか？そうですね、セパンは特に暑かったのもあって、そういう問題がちょっと出にくかった部分があったんですけど、ちょっと寒くなったりするとやっぱそう変わる部分があって、そこがちょっと今の課題かなって部分もあるんで、茂木も開幕前に事前テストもまたあるんで、しっかりそこで走り込んで、しっかりその課題をクリアしたいなと思ってますね。チームの、ね、先輩である中須賀選手がちょっと早いですけど、はい、そのあたりどうですか？そうですね、非常に昨年もそうなんですけど、やっぱり自分としてはその去年の茂木のツアンの方が一番多分勝てる確率は高かったんですけど、やっぱそこも勝てなかったんで、非常に、去年はすごく悔しい思いをしたんで、その分今年は、しっかりと見返したいとかリベンジしたいなっていうふうに思ってますね。去年ね、中須賀選手がタイトル取ってですね、勝てなかったと思うんですけど、やはり悔しい思いしてこのシーズンオフどんな取り組みしました？そうですね、やっぱ例年より力を入れて、で、もちろん、皆さんも分かるようにそのバイクももちろん一緒ですし、使ってるタイヤもほとんど一緒なんで、本当に僕と中須賀さんで言えばその本当に実力の差っていうか、が出ると思うんで、でも逆に言えばその自分のが実力を上げればしっかりと優勝できるバイクのパッケージでもあると思うんで、やっぱ自分としてはそのバイク何よりっていう やっぱ自分のことをしっかり考えて取り組むっていうのがメインに今年のオフシーズンはやってきましたね。チームメイトが、ね、非常に強い中須賀選手がいるわけですから、目標にいい目標になりますよね。そうですね、非常にそのセッティングのこととかも結構終わった後もさっきも話したりして、参考にしてもさせてもらったりとか しながらやってるんで、でもそれを盗んででもちょっと自分もやっぱ勝ちに行きたい部分もあるんで、それでしっかり勝てるように頑張りたいと思います。ズバリ今年は中須賀選手に勝てますか？そうですね、勝ちたいですね、もちろん。いやもう期待してます。はい、勝てるように頑張ります。はい。